暗いぞ。もっと元気な顔をして。ほら、私だってこんなに元気にしてますよ。ヤズミ君。蜃気楼？いや、金属反応はある。ビジュアルを転送します。あんな重いものどうやって？照合できた？アメリカ国籍の輸送船サザンポリス号です。記録では70年以上昔にバミューダで消息を絶っています。まるで昨日まで大西洋を航海していたみたいね。しました。相当怯えていますので、事情聴取には彼女が安心できそうなやつを選んでください。私が。俺やろ。いや俺だろ。いや俺やろ。いや俺しかいないだろ。どう考えても。やっぱり僕ですよね。回り込んでくるな。ややこしくなる。ややこしくなる。俺しかいない。ヤズミ隊員。はい。ヤズミ君、早く質問を始めて。はい。あなた方はどなたですか？私をお家に返してください。話を聞いたらすぐ。怖いんです。ここはどこなんですか？落ち着いて僕の質問に答えてください。ごめんなさい。名前と生年月日を教えてください。はい、手塚ゆりと申します。大正4年8月16日生まれです。遠い過去から時空をジャンプして現代に来た。どう思う？もしほんまやったらえらいことですね。本当はあの子は現代におったらあかんねん。いやでも現に浦島太郎が玉手箱開けてじいさんになったみたいに、彼女も現代に来た時点で年取らなおかしいねん。気付けろ。エリア桜ヶ丘で起こっている異常現象が収まったら
止まってる時間が一気にあの子に流れ出すかもしれん。え？あの子が突然白髪のばあさんに。よしてくれ。ばあさんやったらまだいい。骸骨になってみ。いい加減にしてください。隊長、今怪獣が。怪獣が？うわ、マジかよこれ。世界各地に点在するミステリースポットの磁場が全部このエリア桜川区に集まっています。時空海。時空海。はい。バミューダノーホーク、モンティオーダス、それと芝名樹海。時間や空間を歪める力が一挙に集まって時空海を形成してるんだ。きっとこの怪獣が集めてるんですよ。怪獣が？まさか、こんなでっかい道路ができてるなんて。昔の地図なんて当てにならないから。私のお家はお父さん。どうしたの？食べなよ。こうやって食べるんだよ。やってごらん。その頃ガッツは異常現象を収束させるために時空海を破壊する作戦を始めていた。つまり時空海を作っているエネルギーに反発するエネルギーをぶつけて時空海を破壊するんです。方法は？反重力のマグナス1と反重力のグラバス22機のエネルギー放射装置を使うわ。出動。了解。できる限り急いでください。嫌な予感がします。安住を動向調査から読み戻した方がええんとちゃいますか。過去から来た人間と関わりすぎるのはどうも。彼に任せましょう。移すよ。もっとこっち入んなきゃ移んないよ。暗いぞ。もっと元気な顔して。面白かったね。ほら、これください。はい、これ。副隊長、捜索中の隊員4名の信号が途絶えました。磁場が拡大しているわ。約 3.5% の割合で加速してます。このまま広がり続ければ48時間後にはこの基地も時空海に飲み込まれる計算です。避難区域を拡張。リーダー、今ある対策本部を移動するのよ。
グラバス2を搭載したトレーラーが本部を立つわ。了解、現地で合流します。何か始まるんですか？桜川で起きてる狂った時間を元に戻すんだ。そんなことできるんですか？できるさ。そしたらあの子が突然白髪のばあさん。よしてばあさんやったらまだええ、骸骨になってみ。この方の保護を頼みます。はい、わかりました。矢島さん、今日はとても楽しかった。じゃあこれで。修正反磁力245万マグナスまで上げてロックしてください。了解、エネルギー臨界まで充填開始。核の修正終了。核機攻撃スタンバイ。反時空間エネルギー充填完了。照射。逃げ込まれたら我々の負けだ。
角さえ破壊すれば。角が光った後、コンマ3秒だけ力が弱まっています。この瞬間をつけばやれるか。はい。容器どうだ。いけます。角を狙え。遠隔発射モードに切り替えるんだ。ヤズミに発射ボタンを預ける。遠隔発射に切り替えます。白髪のばあさん、ばあさんやったらまだええ。骸骨になってみ。僕が殺したんだ。暗いぞ。もっと元気な顔をして。ほら、暗いぞ。もっと元気な顔して。ほら、私だってこんなに元気にしてますよ。よかった。あのおばあちゃんが。
SOS 向けて君の待つ明日へ。つかの間の平和に花見を楽しむガッツのメンバーは地球侵略を企む魔の星人の罠にはまってしまう。囚われたイルマを助け出すことはできるのか。次回ウルトラマンティガ花、お楽しみに。